パソコンにできることを、ワードとエクセルと、あとインターネットでお話し差し上げたいと思います。ところでですかね、ワードとは何？もうご存知の方もたくさんおられるかと思いますけど、ワードとは、文章を作るアプリ、プログラムです。入力した文字を見栄えよく整えて、印刷することができます。ただ、このプログラム、計算はちょっと苦手です。文章を作成するのに優れています。ですが、ワードを使えば、ちょっとした見栄えのいい文章が簡単に作れます。その他にも、下にありますように、チラシ、ポップ、はがき、ラベル、誕生日カード、幅広くできます。あと、そこには住所録もありますね。この住所録とか、そういう書類、きちっと申請書とか報告書、そういうのをきちっとできます。感謝状もあげばできましたね。それと、その左にスズメじゃない、トンボが飛んでる麦のようね。これは、この写真がちょっと良かったので、以前、私のパソコンに入れていたものを、皆さんにこうやって簡単に貼り付けられますよという見本として持ってまいりました。それでは、ワードというプログラムのスタートの立て方をお話しさせてあげます。この画面の上の丸1と書いてあるところですね。丸1と書いてあるところは、先ほどから何度も出てきました、Windows という画面の左の下ですよっていうところのスタートボタンです。そこを丸1、左で緑になって、ブルーになってますね。クリックします。そうすると、2番書いてありますね。このように、このコンピューターの中に入っているプログラムがずらずらずらと縦に見えます。で、2番と書いてあるのはそこに矢印。この矢印をそこのとこで上下させますと、もっとたくさん入ってるやつが次々見えます。で、今は Word というプログラムを探しているので、見つけました。ありましたね。というのが3番です。その3番をですから左でもう1回これですってクリックするわけですね。それが真ん中の3番ですね。真ん中の3番。そうしますと、さらに右側の四角の中のところの、今度は、動きまして、白紙の文章というところが、まあ、3番、4番で選ばれています。これをクリックしますと、ワードの初期の画面が出てきます。それが、次の画面、これです。この画面、今のワードよりちょっと古い形の、2007年です。ちょっと古いんですけど、同じ、内容は同じです。この画面がどんな構成になっているか、ちょっとここでお話しさせてあげます。丸1、真ん中に書かれているのが、ここが、文章のタイトルですね。今、皆さん初めたときは何も書いてませんから、文章1となっています。ここが文章のタイトルです。左の方に行きまして、2番。ここには、文字を入れたり、いろんなことをしているときに、行ったり来たりする部分がありまして、しょっちゅう使うんで、ここはアクセスするときの場所です。その下が3番じゃないですね。3番は右の端っこになってますね。これは、このワードのプログラムをやめるときに、この×印を止めます。で、これが3番です。で、4番、タブと書いてありますね。タブは、ここにいろいろなことのファイルとか、ホームとか、ずっと挿入とか、いろんなことが、ここには10個ぐらい並んでますか。で、その下には、リボンと書いてありますね。このタブという書いてあるのが、わかりやすく説明すると何ですかね。会社ですかね。何々会社があって、営業があって、事務課があって、総務があって、工事部があって、工場部があってとか、いろんな部署がありますね。その部署でやる仕事、こうみんな違いますよね。そういうことがこうまとまっています。ワードにも、ワードの文章を作るときにいろいろ文字に色をつけたり何とかするところとか、外から持ってくるとか、いろんなことができれば切り貼りがするとか、そういう大きな塊ごとに分かれているのがこのタブなんです。で、タブのところをこう左でクリックしますと、その下にタブのことでできる仕事がリボンとしてずらずらずらっと出てきます。今はホームといって、ワードでは一番使う文字の書体。いろんな書体、それから大きさ、色、傾けたり、いろんなことを、そういうともっと飾り文字にするとか、いろんなことが出てくる場所がこれです。で、その次の次ぐらいに挿入というところがあります。そこへ行くと、この文章の中に入れるいろんなものの
時間であったり、絵柄であったり、そんなことを入れるための入れ方の書いてあるものがあります。覚えておいてほしいのは、1番、2番はいいんですけど、4番のタブ、それからその下にぶら下がってるリボンですね。これは何かをしたいなっていうときにそこに探しに行けばいいです。これからたくさんのコマンドの話をしますけど、ここでちょっと言ってしまっていいのかどうかあれですけど、今日お話していることはそんなにたくさん覚えることはいらないんです。実はね。なぜかと、いらないところを覚えられないんです。次々言っても。で、じゃあどうするのかっていうと、皆様が今日の話、ワードの話、エクセルの話、インターネットの話をして、そうか、やってみようかなと思ったときには、小さいことから始めてください。例えば、ここだったらば、ワードですね、日記を書くとか、ね、誰かにお手紙を書くとか、書き始めてください。そうすると、やってるうちに、もうちょっときれいにしたいなとか、もうちょっと大きくしたいなとか、いろんなことが出てきます。そうすると、その時に覚えます。そうしてね、でも自分がしたいことを見つけてやったのが一番身につきます。本を買ってきて、ザザザザザと読んだって、もう次から忘れてきますから。自分のやりたいこと、これを話はできたらもう一回します。そういうことで、この画面の説明をしました。そして、この画面の説明、これだけではちょっと分かりにくいと思うので、実際に、いくつかのことを動画としてやってみましたので、それを見ていただきます。それでは皆様、ただいまから、ワード、文章を書くプログラムのデモンストレーションをいたします。まず、これが Windows の画面ですね。これの左の下に、スタートボタン、Windows ボタンと言います。窓が、格子がありますね。これを左でクリック1回します。そうしますと、ここに、このパソコンに入っているプログラムが出てきます。まだこれを下に引くと、まだたくさん出てきます。ABC 順に並んでますね。それで、この中から、今、ワードを動かしたいので、ここにあります。ワード2007。これを左で、これですというふうにクリックします。そうすると、ワードが始まりました。それでは、皆さん、ただいまから文章を作ってみます。これが今、チカチカしているのをカーソルと言います。これ何かと言いますと、文字をここに入れるよということなので、もし他で使うとき、ここから始めたいときには、ここを左でクリック2回しますと、ここに行きます。元へ戻したいので、元のところへこう行きますね。で、私がおすすめするのは、ここに、この全体の文章名、皆様が作り上げても、これいらなくなると思っても、最初のうちはやっぱり落書きでも取っておきたいですね。その時の文章名。今は、ここに、この文章の文章1という名前になっています。これに日付と文章名を入れることをお勧めします。どうやって日付を入れるか。数字で入れてもいいです。2020とね。いいですけれど、ここにまとめて入れられる方法を お教えしておきます。挿入というボタンを押します。そうすると挿入ということで、ここに図を入れたり、表を入れたり、いろんなことをできるように書いてあります。これをずっとゆっくりいきますと、ここに日付と時刻というボタンがあります。これを左でこれですとクリックします。そうしますと、この日付の画面が出てきます。今、英語になってますので、日本語に直しましょう。こうしますと、日本語のいろんな形が出てきます。私はいつもこの3番目のこの形を使っているので、今日もそれでいきます。これでこれいきますよということで、左で OK を出します。そうすると、ここに今のスタイルが入ります。で、カーソルは、ここに文字を入れるようになってますけど、後でまた説明差し上げるかもしれませんけど、カーソルをここに移動してください。ここの日の後ですね。ここに、カーソルを、マウスのカーソルをこれも、ポインターをここに持ってって、ここで、ポンとやりますと、こう映ります。そうすると、ここに文字が入ります。ここに文字が入るので、今日は、ワードのデモンストレーション。私が入れたんで入っちゃってますね。ちょっと上手くないですね。で、こうなります。で、ここで、今、ポンと私は押してしまいましたけど、それが OK かどうかっていうのを、このエンターキーで、確定するんです。で、エンターキーには、それを確定するという制と、それから開業する。今こうしますよ。いいですか。こういうふうに開業するという
あります。まあ、ここちょっと開放してしたんでまずいんで、この画面、皆さんにお申せした青い線の左側にある元へ戻すというところをやりますと戻りますか。そしてここにカーソルを持っていって、これで開業しますとこうやって映ります。2回押すと2行下がりますね。それでは文章をこれから入れます。今日はですね、これでここにあるスペースキーを押すと変換したのが決定されます。今日は朝から雨がありますけど晴れています。これでまあかけてこれでいいですね。あ、朝ちょっとこのキーを長く押しすぎたこうなっちゃうんですよ、ね、これは朝、この朝ですので一番の朝で行きたい時にはこのキーボードの一番上にある一番ってやつを選んで、私一番ですって言って一番を押しますと入ります。朝から晴れです。で丸のキーが、下から2つ目のところありますから行きます。そして次は鹿児島の景色は素敵ですと打って打つみたいと思いますけど、字を大きくしましょう。字を大きくするのはどこにあるかと言いますと、ここには挿入といろんな入れるところ、このホームが文字についていろんなこと書いてあります。文字の大きさはこれです。今12ポイントでやってました。36、24ぐらいにしましょう。この大きさになります。そして色、文字の書体たくさんあります。ゴシック、今は明朝とやってましたけどロマンやりまりはあります。鑑定流という歌舞伎の看板を書くような字になります。ちょっとかっこいいんで書いてみましょう。鑑定流にして文字は24ですね。いきます。鹿児島のですね。でこれが OK ですから、こう OK を出しまして、景色は素敵です。これをこのままでもだったらば、今この線が微妙なんです。打ったから OK になってるから、これも OK じゃないんですよ。これを先ほど言いましたように Enter か押すと、これは確定です。これでいいですっていう意思表示になるんです。これが普通の文章と書いてると違うところですね。皆様は素敵ですと書いたらもうそれは決定ですけど、コンピューターの場合はこれでいいかどうかって聞いてるわけで、これの候補がいくつかで、素敵、あ、これですね。カタカナで書くともありますね。でも、まあ、これでいきますか。ね、これでいくと、これで素敵です。これでいいから、これでいいというのをエンターキーで確定ということを言います。押します。はい、決まりました。で、丸を押したいから、丸を押して、それも、丸でいいんですかって聞いてきますから、決定します。ちょっと、鹿児島の景色が素敵ですね。寂しいんで、ここの鹿児島のところを色を変えましょう。ここって言います。左の端にカーソルを持ってきて、ここを左でクリックして、そのままドラッグといってズルズルズルといって、ここの範囲を染めたいというふうに範囲選定をします。この範囲選定か、範囲選定という考え方大事ですよ。ここをというね。で景色をやりたいときには景色を前に持ってきてこうします。後ろからでもなりますよ。ここをこうでもですね。とにかく範囲選定、それはカーソルの左を押さえてドラッグする。だから鹿児島は何色にしましょう。緑がいいですね。この緑。景色は何色でしょうか。景色はこうしますとこんな色がいろいろ出てます。その他にもこういう色もありますっていうふうに出てます。じゃあここはちょっと何にしますか。紫もですね。ここですね。はい、こういう色にしました。でステーキはちょっと華やかにということで、ここに黄色も確かありましたね。黄色、こっちの黄色、もっといい、この鮮やかな黄色でいきましょうか。はい、これです。あ、言えませんね。まあ、これはこれで、また後でお教えします。で、こういう風にできます。その他に、もうちょっと飾り持ちでいきます。で、この時に、リターンキーを先ほど置きますと開業されます。その時にここに大きくなっているというのは、ここで押しますと前のこういう書式ですが、ここで言ったこの黒の文字の大きさが24は、これが、もう自動的にいきます。
ですから、ここに、朝日で、こうなりますね。で、これはもう、ここは実は書式を変えたいんだっていうときには、この時に、こうしました、ここに来ますけど、書式を変えたいときには、書式を一回も元に戻しますと言ってる、それはここにクリアキーって、標識のクリアキー、これをポンと押しますと変わります。で、もう一回開けますから、ポンと開業、リターンキーを開業させて、もう一回リターンキーを押して開業します。ここに新しい、文字を書けますと、それでは、これから、ここで変換するということは、変換しますと、こうなりますね。これから、こんな感じで見ますか。もう一度、もう一度やり直し、もう一台、これがもう一度確定、これでいきますか、ちょっとね、練習ですから。で、今度はちょっとね、また挿入というのを入れましょう。で、挿入するのは図を入れる。図というのは写真とかいろんなものあります。それから図形もあります。ちょっと図形を入れましょう。丸い図形を入れます。わかりましたね。今度はもう一回、もう一回、ここにいろいろ選定がありますけど、挿入、いろんな図形。こういういろんな図形があります。これはね、ここにある。これで入れるとこんなことができます。さらに、これに入れてみましょう、文字を。これを、こういうふうにやると、この黒い文字、こうすると大きさが変えられるんです。いいよ。ですね。で、この中に文字を入れたいときは、ここを指して右でクリックします。そうすると、何ができますか？文字を入れたいです。そうしたときに、お誕生日おめでとう。これからもよろしく。いつまでもお元気で。このように入れますね。これだけじゃ全然面白くないね。で、ここで開業はリターン記憶と開業して下がってきて、これを全部ピンクにしちゃえというときは、このようにドラッグします。ここからここまでドラッグ。そして、文字のところへ行って、ホームで、この文字の色を、ピンクってのはどこにありました？ここにありましたね。ありましたね。ピンク。だって、このようになります。このようにして、これ、たくさんもっと皆さんを書けば、お手紙が書けますね。もう一つだけ、挿入で図を入れたいときだと思います。更新しますと、図が参考で出てきます。もうすでにね。ずーっといったところに、いろんな図が私がもうすでに使ってるやつ。麻雀の牌、おはぎとか、赤とんぼ。赤とんぼというのを入れますと、こういうのが出てきます。こういう絵が、いい絵があったんで、私がしまっといたんです。で、これはこういう、大きさが、印が出てると、大きさが変えられるんです。変えました。ここにこうなりました。先ほどおはぎがあったんで、おはぎも試してみましょうか。カーソルでここに入れたいというふうにして、挿入で図を置いて、ここの中いろいろ参考があるんで、おはぎか、まあいいか、おはぎ、おはぎを先に行きましたが、さつまいも、どこ行っちゃいましたね。おはぎありました。こんな感じです。お茶も探したいですけど、今日こんなもんで、文章を次々と、これで皆さんに挨拶文を書いたり、いろんなことを、チラシを書いたり、報告書を書いたりすることができます。ちょっと長くなったので、これで一旦やめます。その時に、これを記録しておきたいっていう時には、こうやめるとやりますと、文章の1、最初のこの文章の1、一番上ですね、は変更されています。保存しますか？保存します。はいって書いたらば、最初に私が書いた日付とデモンストレーションの文字が書いて、これが文書名となって登録されるようになります。どこに登録されるか、
かと言いますと、パソコンの中のこれ HD とハードディスクという記録するところの場所の中のマイドキュメント2018年、私の書庫2018年というところに登録されるようになっています。それでこれを保存というと、先ほど言いました2018年のところに登録されています。もし次の日になって開けたいときには、ここからスタートしてまた開ければ同じようになります。それでは次へ進みます。どうでした？いろいろなことがパッパッパッと入って変わって、いろんなことができましたですよね。文字が形にする関することならほとんどのことができます。実際に始めてみるとなかなか面白いですよ。ですからメモ、日記のような自分の身の回りのことから始められると結構長続きしますし面白いです。それでは次には、今画面出てますようにエクセル、ワードについてエクセルのお話を差し上げます。エクセルというのは何かというと、数字を入れると、数字にめちゃくちゃ得意なプログラムです。数字を入れますと、情報として入れますと、それを処理して、表にしたりグラフにしたり、または推定でこの辺までどうなりますよとかいうふうにして返してきます。計算得意、一覧表を作るの得意なプログラムでございます。ナンバー2、その次、今のが括弧字でしたね。括弧のダブル両括弧の2、数値と文字。その次には、両括弧の3、計算式、両括弧の4、書式とありますが、これは、結構文字、文章だけだと難しいので、実際これも動画をしながらお話しさせてあげたいと思います。それでは Excel の起動の仕方に移ります。開けてください。これが Excel の起動の仕方です。先ほどのワードとすごく似てますよね。そうなんです、兄弟なんです。マイクロソフトという会社が作っている Office というプログラムの大きな塊の中に入っている、ワード、Excel、まあ、兄弟というか仲間です。向こうは文章、こちらは数字を扱うプログラムです。スタートの仕方は同じです。Windows の画面の左の下のところをクリックします。そして、出てきたら、またいろんな中に入っているプログラムがありますから、2番でそれを中から今度は Excel を探します。Excel を探して見つけたら、3番で Excel をカチッと指示しまして、で出てきた今度のところには、先ほどは白紙の文章と書いてあります。今度は違って、ブックと名前書いてありますから、それを開けます。開けると、次は、ごめんなさい、起動画面ですね、これね、そう変わりました。そして、開けると、こういう画面が出てきます。これが、先ほどのワードの時と、この上の3行目、4行目ぐらいまでがそっくりなんですよ、形としては。タイトルバーがありますし、これにはブック1と最初は書かれています。向こうは文章でしたね。そして2番のクイックアクセスバーも一緒ですし、タブという3番の名前も一緒です。それからタブの下にはリボンがあるというのも一緒です。ただ、今度は数字計算ですので、中身は違いますよ。同じような名前が上に書いてあります。書いてありますけど、中身は違いますけど、こういう仕組みは同じです。で、何も書いてない白い小さいマスがいっぱいあるとかありますね。これが今度は、Excel で数字を入れるところです。この一つ一つをセルと言います。このセルが、ね、たくさん、下にも10万ぐらいか、右に1万ぐらいか、とんでもない数字のセルがあります。そこに、数字を入れると、もしプログラムがもうそこに入っていれば、きちんと計算しますし、ない場合は皆様がプログラムを作って入れたりすると、また結果が出るというふうになっています。非常に、便利なものでございます。でここで覚えておいてほしいのは、先ほどと同じように上にタイトルバーがあって、その下に、タブがあって、でしたいことが何かがあれば、その下のリボンを見るということで、次々と解決していくなります。で、ここでは作成した表、ここに文字を入れ、数字を文字を入れて作成した表の保存の仕方、ね、ちょっともう一回正確にいきます。これが文章のというかシートの保存の仕方です。
画面は、これはエクセル動いてますから、エクセルの左の一番上に、こういうファイルというところがありますか。そこを左でクリックします。そうするとその下のところが出てきまして、名前をつけて保存という形書いてありますね。そのずっと下の方に参照というボタンがありまして、そこに2番左でクリックします。そこをクリックしますとその下に行きます。これではどこへしまうかというところが出てきまして、ちょっと小さいんですけど、ドキュメントというところがあって、そこへ入れるということになります。さらにその下に少し水色がついているのは、この閉じますけど、どんな名前で閉じますかというふうに聞いてきています。皆様がつけたい名前をつけて、それで名前をつけましたら、右の上のところの4番、これで保存しますという形になると、ドキュメントの中にこういうのが保存されます。これも先ほどワードのところでもうちょっと違った言い方でお話しましたけど、大事にそこにしまっておく。そうすると、また次の時にそれを持ってきて、いついつ作った、なんていうプログラムだったかな、書類だったかなと思い出して、それを出してくれる。まあ、もし忘れた時は、忘れた探し方がまた、ちゃんと検索という道具がありまして、探せるんで大丈夫です。で、これの話も、デモンストレーションした方がずっと分かりやすいと思いますので、ちょっとデモンストレーションをさせていただきます。はい、それでは、X の使い方をデモンストレーションさせていただきます。何を書くかといいますと、3人の方の3教科の成績をちょっとモデルでやってみたいと思います。それでは、まず表を作成します。3人の方、題名と入れてこのぐらいあればいいかな。それで3教科あって K があると。それですね。これで、今皆さんこれ枠が薄くて見えてませんけど、ここに幕をいろいろ書くためのアイコンがあります。これを押しますといろんなアイコンが出てきますので、今回は格子を入れますから、これを使います。簡単に入ります。それから少しこの高さが足りないので、低いので字を入れるために、ここをドラッグしてこれを広くします。こうドラッグするときは左クリック。で、今みたいに右クリックをしますと、いろいろな切り取る、コピー、挿入、いろいろ出てきます。まあ、行の高さを変えるので、これを左で、これだとクリックします。現在 13.5 になってますので、倍の25ぐらいにしましょう。はい、なりました。それで、ここに名前、教科の点数を入れますので、名前がちょっと狭いですね。それで、ここを広げます。いきます。ローマ字で入っちゃいましたね。で、これを消すには、先ほどの講習でしましたように、このバックスペースでポン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 と消えます。で、日本語をローマ字書きするためには、このキーボードの上から2列目の一番左、半角全角をポンと押します。います。名前ですね。一番上に候補が上がってるんで、これをポンと押します。次に、お項目いく。ここは、国語。はい、2番目に入ってますね。それから、数学。はい。それから、英語。はい。K ですね。次にお名前を入れましょう。名前は、こう、縦に入りますから、ここ。さとう。で、一字開けましょう。ケンジ。ケンジさん、この名前かな。あ、この名前がいいですね。はい。それで、下以外、普通、ここセットが最初から押すと右、右へずれるようになってますので、下側行くときには、キーボードにある下の矢印をポンと押しますと下へ行きます。次は、秋元。はい、一字開けて、たかし。いいですね。はい。で、次は、また下へですが、ポンと下へ押して、さくなんですよね。はしもと。
と、やよいですね。はい。ここでお名前が入りました。じゃあ点数を入れていきます。国語は、佐藤さんは70点でした。数学は80点でした。いい成績ですね。英語が苦手なんでしょうか。60点でしたね。で、こう押していきますと、押すたびに右右へずれになっていきますので、今度はここへポンと言いますけど、もうここでこういうとこに表に数字を入れるときはですね、こういうふうにここに入れましょうってしてあると見ててください。秋元さんの国語は90点でした。数学は40点でした。英語はちょっとできるようですね。70点でした。と、ここへちゃんとここに入れるということで、あそこへ機械が、コンピューターが行きます。橋本さんは、国語は90点でした。数学苦手なんですね。30点でした。英語、語学はよくできるんですね。80点でした。こういう具合に入りました。それでは佐藤さんの国語、数学、英語の合計点はここに取りましょう。合計点の出し方はいくつかあります。一つはここのぼっちをしますと合計平均、こうやりますね。出てますね。僕は今回は合計です。ポンと来ますと、このキラキラしてる、ここの合計をここに出します。はい、OK ですから、これをポッとします。210点。これちょっと正確合ってますね。次に別のやり方で入れてみます。シフトキーを押しながら画面の保のキーを押します。と、イコールが出てきます。このイコールを手で式を入力するときは必ずこのイコールを入れなきゃダメですよ。必ず覚えておいてください。で、まずイコール。で、合計するのはこれとこれとこれですね。まずはこれ。でね、指示します。そして何をするか、足し算ですか、足すのキーを押す。それで、次はこれ。もう一回足すのキーを押す。もう一回これ。で、三つを足しました。OK ですね。OK はここ、OK って言います。どうですか ?200 点。合ってますね。それで、第3の入れ方。これ入れましたね。で、ここを入れるときに、こういうやり方があるんです。ここのキーの、ここへ持って、普通は白の十字ですけど、これ持ってきます。黒の十字になります。このマークになると、ここをこう押したままドラッグしますと、ここに書いてある式。C の5、D の5、B の5をここは足し出してます。今みたいにしますと、ここにはちゃんと番号一つ増やして、C の6、D の6、E の6を足し出すようになっています。これで簡単に計算ができました。次に、国語の総点数をやってみましょう。ここ。さっき総点数はこれでしたね。ここのぼっちをポンと押して、合計ってやりますと、これとこれとこれ合計しますよっていうことで、C の4、C の4、C の5、C の6を合計します。で、OK します。250点。合ってますかね ?2918、250点合ってますね。で、ここまでも、今度はここに持ってきますと、こうなりました。これ、ここへもう一つ枠を足しましょう。こういうふうにドラッグしまして、格子を作ります。で、ここは経緯でしたね。で、ここは、平均点ありますね。で、平均点というのは、これを人数で割りますよね。ですから、ここにシフトを押して、イコール。必ず式を入れるときは、イコール入れるんですよ。で、この数字を割るというのは、これが割るのマークです。で、なんでか3ですね。3。そしてこれ OK だと、ポンと OK しますと、平均点 83.333。長いですね。ま、今処理します。で、これの、ここまで全部いきます。先ほどからやってます。これでスースースーと動かすとこうですね。で、確かめてみましょう。ここはどうしてるかというと、Eの7を3で割ってますね。で、こうなります。ここだけ桁数が多いんで揃えたいな、ということで、ここを、このドラッグを押しまして、ここに桁数を揃えるマークがあります。以下の数字の桁数を減らす。
ボン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 、はい、これで小数点一桁まで割り切れてましたから、ここはやっぱり50点と70点ですね。ここは 203.3、 全員は 203.3、 ここは 83.3 ということです。このようにして平均点も簡単に出ます。あ、そうですね、ちょっとここ字がこっちに偏ってますので、これをこの字を全部ここ修正しましょう。ですからこれを全部修正するので、ここを全部左でどれ、クリックしたまま押しま、流します。で、ここがそうです。これは文字の真ん中に、枠の中に真ん中にある。こっちを上にすると、はい、上行きました。で、真ん中にして、横方向を真ん中に、はい、なりました。失礼します。うん。うん。で、この名前という字がくっつきすぎてますね。これの修正です。ここでトントンと叩くと、カーソルという、ここにっていうとこが行きますから、ここを2文字間を離しますので、スペースキーをポンポンという。で、ここを国語のところでトントンと押しますと、ここにカーソルが来ますので、よいしょ。同じようにして、数学もトントン、英語もトントンですね。名前はとりあえずちょっとこっちに寄せておきましょう。あ、これだけ真ん中に出しましょうか。で、平均点も真ん中に出しましょう。こういう風にして表が一応完成しました。ちょっと色、名前に色をつけましょうか。これで、その他の色、こういう色の中を選べます。このピンクはいいですね。はい。なりました。佐藤健二さんは男の方でいいですね。で、K の欄は K ということで、こういう風にちょっとなんかしてるということで、ここに色、欄のこのセル、これをセル、一個セルと言いますけど、それに色をつける道具があります。黄色にしてきました。こちらの平均点の方はどうするかっていうと、これで、この辺の緑、こうしますね。あ、ここ、ちょっと足し、忘れましたね。これは、これで、色を足します。あらあら、いきませんね。言いました。で、表としてはちょっともう少し装飾っていうと、これを全体をこうしまして、外側の枠だけ太くしようっていうと、ここに外枠広しっていうのがあります。はい、こうです。 で、こことも違うんで、ここも太枠にしておきましょう。はい、こういう表ができました。このようにして簡単に表が出来上がります。もう一つ簡単にできるのがグラフです。で、この部分、名前と成績をグラフにしてみましょう。ページレイアウト。いや、違うな。挿入のここに、あ、グラフありました。この縦棒グラフ。いろいろのありますけど、縦棒グラフで、これ。はい、簡単にグラフが出来上がりました。で、これを取っておきたいなっていうときには、ここのマーク。オフィスのマークのところに行って、名前をつけて保存。この場合は日付、2020年11月の5日ということで。そして、テスト、結果、ということで、これで保存をします。どこに保存されるかっていうと、ここに書いてある、このパソコンの中の、こういうふうな機械があって、その中のマイドキュメント2018年というところに保存をしておきます。で、保存をしておりますと、また次にこれを使いたいときにすぐ出てくる。で、終わりになりますから、これでバッテンをします。で、終わります。これでデモンストレーション終わりでございます。はい。なんとなくご理解いただけたでしょうか。あんな表も、計算機かそろばん片手で、ちょっと、計算するだけでもあれですけど、表さえ作れば簡単にできてしまう。で、あの表をすぐにも印刷できるという便利なものです。実は、この講習を始めるときには、
最初に大体のパソコンのお話、そしてワードとエクセルぐらいをお話しして、興味持っていただこうかなと思ってたんですけど、こういう本を作っているときに、やっぱりこの時代、インターネットにつながない、つなぐお話をしないかなってことに聞きまして、簡単ですけど、お話し差し上げます。ちょっと時間がないので、タイトルだけ読ませていただいて、あとは、読んでいただいて、またご質問をいただくか、ご近所に分かる方に聞いていただければいいと思います。まあ、インターネットにいろんな情報が溢れてます。本当にたくさんの情報、女性の方だったらレシピから、またこう今日お教えしたワードやエクセルのことから、それから CAD という図を書くプログラムのことから、いろんなことが載っております。それからまあ当然、県のホームページ行きますとまた見れます。そういうことも載ってるので、インターネットというのはこれから皆様の活動を広げるには非常に有利なものですよというお話が一つ。それから2番目、インターネットを使うためには、この赤丸のインターネットというところに接続するんですけど、そのためには、細い線、回線と丸いポチ、プロバイダーというところの契約が必要です。そんなに高いものではありませんから、ぜひともご近所にパソコンの分かる方、なければまたご質問していただければ、お答えしますけど、その回線とプロバイダーを契約して、インターネットを接続して、ぐっと皆様の生活の範囲を広げてほしいと思います。で、つながった折には、ブラウザーというインターネットに行っていろんなことを調べてくるプログラムがあります。そのプログラムの名前もここに書いてございます。これをはほとんどのパソコンの中にはもう入っておりますので、それを動かすことですね。本当はこの辺のところ丁寧に説明を差し上げたいんですけど、もうすみません。時間が詰まってきましたので。で、このテストを再読されるときに、だいぶ専門用語を減らしたつもりなんですけど、だいぶ使いましたので、読み直していくために、パソコン用語として使った言葉を、後にテキストの後ろに付けてありますので、お使いください。最後に、皆さん、先ほどと言いましたけど、パソコンを今日やったことをあんまり覚えることはないですよ。あそこのやつを置いて、こっちのボタンを押してってことは。それはね、覚えられないんです。それよりも、小さな目標、だって言いましたね、日記を書くとか、今のワードを使って、なんかエクセルを使ってするとか、そういうことを、事前目標を作って、その目標を完全にやる。そうすると、もうちょっと次がやりたいなっていうことが必ず出てきます。それで腕を上げていって、ぜひとも役に立つようにしてください。その時に、インターネットにつないでれば、自分で勉強できます。自分で勉強できるというのは、自分の家で、自分の時間で、少し安いお金でっていうことになりますので、ぜひともそれを利用してください。もう一つ最後に、県でこのような素晴らしい企画を作って、今日、パソコンにまだ慣れてない方にお話しして通じたらいいなと思います。さらに、皆さん、今もう小学校ではパソコンの勉強が始まってるんですよ。今日ここに出ておられる方、お兄さんでおられるとか、それからお父さん、お母さん、またおじいちゃん、おばあちゃんの方もおられるかもしれません。その方々はもう、逆に弟とか孫、子供から質問を受けたり、することがあると思います。ですから今日もしこういう機会があって興味を持たれたら、ぜひとも、パソコンを始められて世界を広げてほしいと思います。